麻雀ウォッチプリンセスリーグ今回の選手が B ブロックの水瀬千尋プロです。よろしくお願いします。するしない。さあ来ました、ちーにゃん。はい、ちーにゃん同じ、私と同じ B ブロックなんですけど、はい、1回2回とかなりね苦しい展開多い中で、でもそんなに大きなマイナスではない。大きなマイナスないですか？50は。いや、こっち100だからね。倍よ。100はきつい、ね、ここゼロね。うん、ここよ私。だからそれに比べるとワントップでだってプラスの域が見えるから、はい、ってなった残りの4ハンチャン、うん、上位4名に入る、もしくは3ブロックの中で5番目、5位だけど1番ポイント持っていればプレーオフに進出できるってシステムなんですけど、そうですね、最後の3節目の戦い方というか、どうやってやろうかなって思ってます、はい、今その、まあ、現状ボーダー、プレーオフボーダーの溝江さんを多分まあ狙いに行く打ち方になるかなと。同卓ですもんね。そうですね、まあ、直対なんで、まあ、下にいる限りはやっぱり上を落としながら、うんうん、まあ、着順ね、操作もしながら自分がトップ取るのがまあ一番いいと思うので、一回トップラスね、すれば一応変わるポイントではあるんですけど、まあ、私の上にもう一人いるんで、うん、今あさみさん、あ、6か、ひなた、そうで、ちーにゃんだから7、6か、そう、6ですね。あ、そう、でも一人、さつきが5位にいて、確か4位がみぞえさんなので、うん、結構意外とそこはくしゃってしてるんですよね。くしゃっとして、そこはね、その3人は70以内なんで、まあそこを多分ね、同卓に日向さんという心強いね。てかね、日向、いや日向伸び伸びやるんで、日向伸び伸びでも4は倒すでしょ。いや、だってトップ取れば必然的に倒れてるはずだから。あ、そういうことか。伸び伸び、だってもう、うんうん、私並びじゃないから、チニア並び大事じゃないですか。トップが取れなくても、うんうん、自分が2着で、うん、なんか水戸さんとかが4着だったら超嬉しいじゃないですか。そう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 、2着じゃん、ちょっとでもね、うん、私次2着とかでも多分敗退になっちゃうから、目まぐるしくいくしかないから、チーニャン違うと思います、うん、仲間じゃなかった。そう、だからちょっとね、格が上なの。私ここだけど、チーニャンここだから、あとみんな人間界で、チーニャンもうちょっとで、ね、うん、戻れるから、うん、戻れるかな。そう、戻れるから、戻りたい。ちょっと、いいことなさすぎたから。最近、いや、1節、あ、プリンセスリーグが、うん、そうなんですよ。一応前節2回トップ取ってるから、うんうん、8分の2トップのはずなんだけど、マイナス50じゃないですか、うん、まあ結構ラスも引いちゃって、報酬も結構多いので、まあね、素点がないです。だいぶ持ってないから、はい、うん、ごめんごめん。そうだよね。まあね、これ最後になるかもしれないんで、うん、本当にまあいいとこ見せたいのと、やっぱね、がっつりトップ目指して打ちに行くかなと、うん、まああとは戦略的に多少余裕ができればそういうことも視野に。ちょっとそうなるとどんな戦いなのか楽しみになりますね。まあでも最初はやっぱトップ取ることだよね。そうすると ね、 はね、気持ちがちょっと楽よね、うんうんうん、並びよりもね、そうそうそう、素直に次着順上目指していけばプラスできますもんね、うん、ね、後から考えればね、うん、並びは、こんなに仲良く喋っててさ、戦うのちょっと辛いよね。そうだね、頑張ろうね、うん、すいません。さあ、それではファンの皆さんに意気込みをお願いします。はい、意気込み、プリンセスリーグここで敗退するわけにはいかないので、全力出し切ります。ちょっと集中して今日は戦いたいと思います。応援してください。よろしくお願いします。お願いします。あ、言ってくれた。他の言っていいのか。みなせちひろプロでした。ありがとうございました。